ボーカルはもっと良くなったはずだが、曲は素晴らしい。ブラックピンクのメンバージスのフラワーがネチズンの反響を呼んでいます。3月31日 YG エンターテインメントはブラックピンクジスの待望のソロアルバムミーとアルバムのリードシングルフラワーをリリースしました。これまでブラックピンクのメンバーで唯一ソロ活動をしていなかったジスのソロ作品にファンは期待に胸を膨らませていました。 YG エンターテインメントはジスのフラワーのミュージックビデオ制作費がレーベル史上最高額であることを発表し、ファンの期待を煽りました。ジスのソロミュージックビデオは極秘に海外で撮影されています。ブラックピンクの映像作品の中でも最も大きな制作費を投入していますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして彼女らはそれを実現しました。フラワーのミュージックビデオは3つのチャプターで構成され、壮大なハリウッドを背景に曲中のアジア的な雰囲気とは対照的に展開されています。 K-POP の代表的なアイコンであるジスがディオールの最高級の装飾品で身を包んでいるのですから、このミュージックビデオでのジスの衣装は注目すべきものです。ミュージックビデオのシーンはほとんどラグジュアリーブランドの個別の紹介映像のようなものになっています。韓国のネチズンはこの曲とミュージックビデオの両方に注目しています。ミュージックビデオはほぼ満場一致で絶賛されたのに対し、歌と動きにおけるジスのパフォーマンスはやや物足りないと感じる人もいたようです。聴けば聴くほど好きな曲です。セレクトショップで流れていそうな感じです。彼女は昔からダンスが下手なんでしょうか。曲はいいし彼女の声もよく合っているけど、曲は良いけどジスは歌が下手だな。ボーカルが弱い気がする。でも彼女はとても可愛い。個人的には花のワンピースを着て踊るシーンだけの方が良かった気がする。狙いはわかる気がするけど、彼女は顔が可愛いから間違いなくセンターにふさわしいと思います。曲は2回聴いて気に入りましたが、彼女のダンスには不満が残りますね。でも彼女はとても可愛いので OK です。曲もいいし彼女の顔が可愛くて MV を見ながら時間を忘れてしまいました。ジスが好きです。ボーカルはもっと良くなったはずだけど、曲は素晴らしい。様々な意見がありますが、物足りなさを感じながらもジスを支持する声が多く上がっているのは、多くのファンがジスを人として愛している証と言えそうです。